カードを貸してやる。明日、気に入ったものを買ってこい。少しはセンスが良くなっているといいんだがな。どうだ、選ぶのを手伝ってやろうか。おば様、渡したいものがあるのですが。私は別に、ただ彼女が何かやらかしていないか心配なだけです。リラックスしろ。お前は緊張すると顔に出る。こんな時までぼんやりしているのか？花嫁殿、準備はいいか？俺についてこい。準備など必要ない。いつも通りにしていればいい。口答えできるようであれば問題ないな。初めての経験はお前の有り余る想像力で対応すればいい。本当の花嫁になりきって式のことだけを考えろ。いい顔になった。そのままでいろ。お前はいつでも俺が助けてくれると思っているようだな。言い訳はいい。一旦中断しよう。
顔を上げろ。落ち込んだ花嫁など誰も見たくない。せっかくいいドレスを選んだんだ、無駄にするな。俺と同じことを言えばいい。俺の真似をすれば大丈夫だ。余計な心配はするな。俺がついている。お前は世界一の花嫁だ。この指輪は私の愛と誠実さの証です。父と子と精霊の御名において私のすべてをあなたに捧げることを誓います。名残惜しいのか。まだ痛むのか。残念だが、俺は効率を重視する人間だ。好きなだけ見せてやればいい。今日のお前はもっと自信を持っていい。自分のことはよく分かっているようだな。ウェディングドレスがこれほど重いとは知らなかった。そうか、ほとんどはお前の重みだろ。センスはマシになったようだが、理解力はまだまだのようだな。幸せの重みと言ったな。その重みは全部お前から生まれていると言ったんだ。靴を脱げ、怪我を見てやる。腫れていて脱げないのか。ここに来るまでもずっと見ていたんだが、まだ慣れないのか。冷やすものをもらってくる。靴を脱いでおとなしく座っていろ。最後まで話せ。お前が何を考えているか、俺がわからないと思うのか。それを外さないと、本番の時に指輪をつける場所がないだろう。